ドラゴンクエスト9、星空の守り人、実況者は DL デダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。ではね、魔神ジャダーマやっていきましょう。ドラゴンじゃないらしいな。オッケーオッケー、ミリアの MP なんか全然問題ない。杖ヒャザルコ結構効くんだね。了解。あんまり防御には長けてないらしいな。さあ行こうか。このターンでちょっと回復入れとかないと、多分後々重いよね、きついよね。プラースに回復と、主人公に回復と、一旦ピオリムって攻撃。稲妻が2回来られたら辛いからね。回復役2体と2体攻撃かな。バギか。バギと稲妻とか組み合わされると辛いんだけど。あ、1回のパターンもあるんだ。オッケーオッケー、把握。とりあえず主人公、じゃあ回復役2人がジャダーマより先に攻撃ターンが待ってくれば全然問題ないんで、ピオリは1回でいいですね。アスカラパターンがあるのか、把握した。通常攻撃は25。オッケーオッケー、大丈夫、問題ない。ここで応援でトラジャで、呪文でホイミで回復して、ここでヒアダルコ一発。あ、どっちが先行くんだこれ。あ、まあ別にいいのか、その次のターンでもいいんだからね。攻撃でいいか。 OK、 先手入った。ヒアダルコのテンション1段階アップ状態を74。強い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 、これはありだな、これはありだ。全員のテンション上げれる技があればな。戦いのドラムだったっけ、8でやったやつは。あれなんだったっけな。このターンも同じようにやっていいんじゃないかな。トラジャー、ホイミ、自分かな。魔法ヒャダルコ攻撃。あー、やばい、次 MP ないのか。ちょっとミスったな。守備力がかなり上がるからの稲妻。みんなで回復ですね。でラストイオかな。そうですね、そうなりますよ。47。さあトラジャの役目がほぼ果たされたね。もう特にすることはないね、彼は。MP が切れたら別に何もする必要ない。何？ちょっと強いバギってことでしょ今の。ホイミ、今度はルカニが必要なんだけど、ルカニはもうないのか、使えないのか。そっか、まあですよね。ですよね。1でもいいから食らわせてもらって MP を回復したいんだけどね。やばいな、今のマホトラは辛いな。攻撃ホイミ、攻撃攻撃、1でいいから当ててくれ。まずいな、5しか効かないのはまずいな。もうピオリムも打てないんだよな。まずいな、これは。おー、会心で108。でもまだ倒せないのか。マジか。きついなー、これ。うわ、運悪い。あ、素早さ戻った。あ、じゃない、守備力今戻ったよね。やばいやばい。ベジータの MP 持ってかれるのは辛い。回復役を2人に渡して、
攻撃2回。1でいい。オッケー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 。うわ、来たー。辛いなー。よしよし。ホイミ。ホイ、あー、ここでベホイミにしとくか。ベホイミ、攻撃攻撃。あー、くそ、1でいいから当ててくれ。頼む。おぶね。あー、あ、ミリアならオッケー。素早さ負けてんのつらいな。強い。強い。トラじゃ死んでもいいと思ってる。正直。もうあんまり活用性がないもん。もうピンポイントでトラジャに。三人攻撃。よーし、なんとかなったね。強かった。こんなに強くてもな、メタルスライム一体の方が経験値くれるんだもんな。ボス戦ってほんと辛いわ元の大神官様の姿にお戻り立て祭り申し上げ候。よかったよかった。光る果実っていうのはあんまりいいもんじゃないんだね、どうやらね。よかった、肉体ごと滅びないで。精神は残っていたパターンですね。お、これが果実か。なんで復活してんだろうな。マンゴーっぽいね。あー、そっちか。そっちの BGM か。俺別の方を想像してたんだけど。そっかそっか。まあまあまあいいか。まあさすがにね、旅芸人っていうのもちょっと心もとない気がするんで、転職したいよね。舞踏家を勧められてたような気がしてたけど、まあどっちにしてもいろんなやつやると思うんですよ。多分いろんなやつを転職を繰り返して、おそらく上級職に変われると思うので、まあどっちにしてもいろんなのはやるんでしょう。にしてもこれ長えな。あ、そうか、この BGM だったんだ、思えば。高名な舞踏家超天道士様の一番弟子ハオチュン。武天老師様の一番弟子孫悟空的な、あるいはクリリン的な。そうだね、魔法戦士かっこいいよね。まさかクエストだとは思わなかった。転職を勧められた。わかった。転職するわ。まあ、メイドになれないわけじゃなくて、ならない方がいいんじゃないかな。そんな気がするけど。まあ、それは置いておこう。いえいえ、どういたしまして。あまり良くない果実っていうのは間違いないですね。ではね、早速ワクワクの転職を。まあぶっちゃけるとですね、うん、あのゲームの世界での転職なんて間違えてもいいんですよ。人生のダーマ神殿で行う転職さえ間違えなければ大丈夫なんで、皆さんご安心を。
あ、でも旅芸人っていうのも一応あるんだね。あ、舞踏家になると詰め込む大きしか装備できなくなるのか。だから、獣を育ててた自分にとっては、ちょっと辛いのか、舞踏家は。戦士はいるんだよね。魔法使いもいる。僧侶もいる。だから、なるなら旅芸人か舞踏家か盗賊なんだけど。一応、探検兼爪を装備できるっていうことで。いきなりね、主人公、盗賊とカス。この、謎な実況。これなんか間違えてそうだな。なんか、すくみず着てるように見えるんだけど、ベジータが。俺だけすくみずに見えるんだけど、俺には。あ、違うね。これ装備の問題なんだね、多分ね。そっか。で、外れちゃうのか。あー、なるほどね。装備ができないパターンがあるのか。バンダナつけるともうテリーだな、完全に。これでいいですね。何をあげていくかだよね。守備力でいこう。んー、じゃあこれで三河市率が上がるか守備力を上げに行くかってとこか。じゃあまあ、ここは見交わしてもらおうじゃないか。あ、待った。主人公は魔法は覚えてるから金のロザリオで覚えてるよね。項目切り替え。あ、やっぱそうなんだ。あ、特技のここは、あれなんだね。継承されるんだね。ただ今、盗賊としてまだなって間もないから、覚えてる呪文はないってことなんか。把握把握。メタルスライムでレベル上げするべきなのかな？どうなんだろうね。でもメタルスライムって言っても1000ぐらいしかもらえないわけで、そう簡単にレベルは上がんないからな。で、転職した時に技が継承されないのであれば、あんまり意味がない気がするな。かまいたちをかわす！よいしょ！このな、謎な闘牛はかわせなかった。さあ、勝負と行きましょうか。マンドリル。作戦、全員ガンガン行こうぜ、戦う。強そう。獣好き、いいね。お、テンション上げてきた。よえ。ただ一人盗賊がいると多分だいぶ楽なんで。経験治療全然もらえないんだな。うわっ、あ、かわせなかった。あ、MP がないんだ。まずったな。次どうすればいいんでしょうね。とりあえずちょっと盗賊のレベルを上げておきますね。裏でやっときます。はい。じゃあこのスライムナイト倒し終わったら終わろうか、今回は。まだヒットポイント23で生き残ってる自分が怖いわ。ベジータいいぞ、頑張れ。おお、かっこいい。そういうパターンもあるんだ。よっしゃー。じゃあ今回はここまでにしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。